こんにちは川田です朝会始めます2月15日月曜日バージョンですねこのコーナーでは米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますお話しする内容は私のウェブサイトに後ほどアップいたしますそれでですねポートフォリオの個別銘柄絶好調で運を使い果たすのかあとはスパックの ETF まあ <laughs> これねあの先週マーケット良かったですよね なので、えー、そこら辺ですね。あとは SPAC の ETF は、これ、バロンズ作っててですね、まあ、これ紹介した方がいいんじゃないかなと思って、あのや、やろうかと思いました。でですね、まずですね、お知らせなんですけども、私はっていうか、私はっていうほどじゃないんですけども、今週水曜日午後2時45分からですね、えー、賢者のマーケットインサイトという、 まあ、ラジオ番組、それから動画という、これなんか両方一緒にやるらしいんですけども、そういう番組に出ますということをちょっとご紹介したい。で、どんな番組かというと、こんな感じでですね、パンローリングっていうあのマーケット関係の出版なんかで有名なですね、この会社さんとラジオ日経さんが一緒にやってるんですかね。で、番組に、まあ、2時45分からこの こういうこれ長浜さんって、これなんかスマートな感じのかっこいいじゃないですかね。この新野さんも、もう本当に存在感抜群ですよね。で、翔さんは私、この方は元大和証券で一緒,だ一緒だったんですよね。翔さん、これ本当にいい人。 あの本当で,でもこの下の僕これヒル,ヒルトンさんって知らないですけどもこ,この人を見るとちょっと引き,きますよいやいや引くってい,やいや迫力ありすぎですよねこういう中にですねあの私がズドーンと出るらしいんですよでこれが水曜日の午後なんですよねで中身はですねえー、っとね えとディレクターから、長澤ディレクターから言われたのはね、大、え、麻、ー、の話してくれと、大麻の ETF、これの話行こうと、それからですね、この番組の視聴者の方はですね、ずいぶんトレーディングに熱心な方もおられるということなので、あ,のあれ、オプションの話。 こういういのも盛り込んででくれれってて言われてですね、まあ、私はオプションはもう結構自分でやってたんですけども理,理屈は全く知りませんけども分かりませんけども売り買いはですね結構やってですね、えー、戦績はですね儲かってもないけど損もしてないかなと、まあ、要,要は儲かった時期と損した時期があってそれがあのアンダーラインつまりえっと実際に持ってる原価とですねあのマッチしてですねそれであのなんかこう 儲けがうやむやむなってる自分では儲けてたつもり、損してたつもり、でも株、原株と合わせるとどうか分かんないね。でも、例えばあの、まあいいや、これはまた後ほど。ええということで、えー、あとはですね、えー、こんな感じで、あとはストックボイスにもその前出ます。それから CNBC は3月ですねあ、これも決まっておりますということです。ちゃっちゃといきますよ。で、マーケットはですね、 先週はあのラッセル2000が2.5%上がったんですけれども、主要指数で、新年更新じゃなかったのはラッセル2000だけですね。ラッセル2000は火曜日9日ですか、ここに2299がありますがあの、若干及ばずですね、あとはもう金曜日、ど新年ということで終わっております。で年初来ではでではすね、えー、月間でも こう2月の月間でもすごい、それから年初来でも、えー、っとこ,うこんな感じで16%、出せる2000に至ってはですね、私の,あの新兵器、999J はですね、12.8%上がっております。ということで、これが SP500、それがこれが過去5日間の SP500、まあ、金曜日にス,スルスルスルと上がって。で えっと内容材料的にはどうですか、えー追加系追、追加財政刺激策への期待が追い風と、ビックス指数は、えー、久々に20を割れて19.97、それからラッセル2000は6週間中5週続進と、これはあのペーパルが上がってるのはあのビットコインの関連ですよね、それからえー、っと今,日今晩、月曜日はです、ねえー、プレジデンツデーで祝日です。 で債権も休みですね、そんな折、ですねここに書いてます、トランプ大統領、つい今しがたって、この収録の今し、ちょっと前にですね、弾劾裁判で無罪評決ということで、共和党から7人ですかね、いわゆる造反が出たのは、でもこれでまあ、おしまいということなんでしょうか、トランプ大統領は次なる戦いに向けて、もう戦い、 なんか始まったというようなことを言うんですけども、まあ、とにかく今あの目先っていいますか喫緊の課題はですねやっぱりコロナそれから経済なので、えー、トランプ大統領に対する弾劾裁判でいたずらに時間それから国民の,え、えー、その関心を引くことがですねそのなんていうかあんまりいい得策ではないとなるとということになりますと、えー、まあこういう大事件は本当に 罪なのかどうなのかっていうのは、まあ、誰もわからんこの何んですか、その時代背景、いろんな要素があるということですよね。我々は違います。悪いことしたら、いや、彼は悪いことしてると決まったわけじゃないんですけども、我々が何かやれば、しょっぴかれるというのは、これは当たり前だと思います。で、えっと、コロナですけど、1日のおワクチン接種の 車数がですね160万人を超えてるんですよねあれよあれよという間にすごい勢いですよね。ここのところ、まあ、この Our World in Data というのでちょ,ちょっと見ときたいと思います。それから個別銘柄はですね、えー、っと、面白いのあるかな、このですね、えー、っと、このクルーズ船、ロイヤルカリビアン、ノルウェージャンですね、これをバイからホールドに格下げということになってるんですけども、 私、前に去年の5月ぐらいかな、うちの渡辺研究員がですね、あのこういう銘柄に対して強気のレポートっていいますか、で、私も買ってみて、儲かったことは儲かったんですけども、その後まあ、売っちゃったというのがあるんですじゃあ、株価はどうなったかというと、ロイヤルカリビアン、この5月ぐらいに、去年の5月ぐらいに買ったんですかね、でずドーンと上がってですね、こ下がったところで売ってるんですよ。だから、儲かったって言っても、そんなに儲かってないんですけども、でも確実にですね、 こう下値切り上げていってっますよね今、まあ、だから、ここで勝った人は、まあ、半年1年近くも持たされてる格好なんですけども、まあ、難品すれば、投資としては悪い投資ではない、今のところということになっております。さて、SPAC の、えー、と ETF、ちょっとだけ見ときたいと思います。と言いますのは、これ、バロンズダイジェストネタなんですけども、 SPAC、えー、が引き続き資金調達に成功していると、そういう中で、えー、この SPAC を、えー、と構成要素にした取り込んだです、ね、ETF が3本ぐらい紹介してあったんですよね。でえー、その銘柄が、ね、SPAK これは ディファイアンス・ネクスト・ジェネレーション・スパック・デライブド・ ETF という、まあこれ何のことかわからないですよね。まあまあ、日本語で考えなくてもいいんですけども、このディファイアンスっていう単語、大学受験とか,だから覚えてますなんかこう、抵抗するとか反抗するとか、でもなんかおかしいなと思ってみたら、チャレンジとかとかで挑戦とかっていう、あのなんかそういう意味もあるらしいですね。それからあの ディファイアンス、無謀なとかっていうのもあるから、そういうところから取ってるんですかね、まあ、この五感と持つ意味はですね、ネイティブか、なんか英語がよくできる人でないとな,んか,なかなか分かりませんが、まあそういうようなことらしいです。で、えー、このこれがですね、いつできたのかな、今、運用残高はですね、1兆6000億円ぐらい、1兆600万ドルって言いますか、100億円超ですね。で 去年の9月ぐらいにできた銘柄で、この銘、これはちょっと折ってご紹介しますあの。去年の9月ぐらいかな。でですね、えー、と34%ぐらい上がってるんですか。で、買ってる銘柄はあの、オンラインファンタジースポーツっていうんですか、えー、オンラインカジノとも言うんですか、ドラフトキングスが10.56%入ってるとかバあの、バージンギャラクティック。 が7%、まあ、こういうような銘柄が多いですね。あとは僕、聞いてもわからないスパックを組み入れているそうです。で、現在ですね、このディファイアンスはですね、136銘柄を持ってまして、えー、時価総額ウェイトだそうですで。今、運用資産は今申し上げたように100億円超、手数料は年間0.45%、去年の9月じゃなくて10月運用開始ですね。で SPAC で、えー、新規公開した後のまだ買収を行っていない銘柄に40%、40それから買収した後の SPAC に60%の資金をつぎ込むそうです。で、銘柄はこんな感じというのがあります。もう一つ紹介されてたのが SPCX、これなんですかね、えー、タトル・タクティカル・マネジメントが運用するアクティブ運用のファンドです。 スパックニュ運用残高は一兆あの、ごめんなさい、今のところですね、えーっと、180億円ぐらいあります。去年の12月から運用を開始してまして、買収前の、まあ、いわゆる空箱っていうんですか、の SPAC にのみ投資する唯一の ETF だそうです。で、これがこんな格好になっておりまして、 買収前の ETF を買っておいて、それにまあ買収してズドンと上がったところを取りに行くという戦略なんですかね。まあ、去年の12月ですか。ここからですね、もう32%も上がっております。で、これが銘柄。チャーチヒル・キャピタル、フォーレイ・トリーズ・メイン・アクイディション、ソーシャル・キャピタル・ヘド・ソフィアっていう、これなんか有名なあの人がやってる、あの ハイテクのビリオネアがやってる会社ですよね。まあ、こんな感じでも見ても分かんない。ただまあ分からんあの個別銘柄買うよりはいいんじゃないですかね。と言いますのはですね。個別銘柄はにこれえっと2016年から202昨年までですね。えっと買収を完了した。 この4年間、5年間ですか、2016年から、買収を完了した SPAC115 銘柄のうちで、買収後1ヶ月で65%、1年後にはですね71%の銘柄が株価が下落してるっていうんですよね。そういう意味じゃ、まあ、あの個別銘柄選んでですね当たる確率というのはそんなに高くないかなも。もちろん大化けする銘柄はあるんですが、という意味じゃ、ETF の方が。 まあ安全かなとと我々にはですねということですこれがもう一つの銘柄で,ですね。モーガン・クリークっていう、これ運用会社の名前ですね。これはですね、資産運用残高まだ40億円ぐらいのモーガン・クリークエクソス・スパック・オリジネイティブ ETF。これもまあ言えないような銘柄ですけども、運用手数料が1%と最も高いと。直近運用を始めたばっかりだけどもえ、買収前のスパックと買収後の 企業双方に対してアクティブ運用ということになっておりますこれがこの会社の、まあ、ウェブサイトなんですよね。モーガン・クリークもアメリカはいろんなものが出てきますよね。本当に。これがあの、でもこれ細かく分散投資してますね。パーセンテージがほら3%に満たないような、こういう名前知らない銘柄ばっかしですね。 でマーケットバリューもこれ1000ドルじゃないと思うんですよ。これまだ1億円でしょう。1億、1億、まあそうですね。まあ、一目柄1億円とか、数千万円ずつしか買っていってないですね。ということです。で、今週は決算発表なんですけども、まあ、月曜日はマーケット休みですが、水曜日にショッピファイそれからトゥイリオそれから金曜日に私が持ってるディアと。 まあこういうようなところが目立っており、ま目、目につきましたということですね。さて、えー、チェック、私の株価とポートフォリオ、これはダウ銘柄で、えー、金曜日はほぼ変わらずの0.08%上がっております。それから、ナスダック100の中で、これはあの実は53ベーシスも上がったんですよね。まあ、どうですか。相変わらず、この半導体、ソックス指数は、 1.23%も上げてますから、まあ、ペーパルも上げてますよね、それから、えっと、これが 999J ですね、えー、がよく上がっているのは、半導体の検査装置のテラダイン、それから私のこのホロジックも3.7%上げてます、ノボキュはこれは私持っているんですよね、下げているのはどうですか、まあ、私の持っているのは下げてないからいいやということで、999がどこですか 999N がここ 1.05999J が1.2299が0.56%ということです。じゃあ私のポートはあのギグエコノミーのギグワーカーを、ね、結びつけるファイバー、それから大腸検査のイグザクトサイエンシ s ホロジック、脳腫瘍のノボキュアと、ここら辺がですね、結構上げてます。で、大、え、麻、ー、の ETF の、えーと ETF マネジメントオルタナティブなんとかなんとかですか。これがマイナス2%ですね。で、えー、まあ、サービスナウが下げてます。私の、えっと、1週間ではですね、これが1週間の、これ、新設でしょうか、私たちはこんなことまで、こんなことを、いやこれ私がやってるから、これ皆さんに共有していただくてい、いただいて、私は実はね、こういうことをね、皆さんにもやってほしいんですよ。もし相場を運用する、あの、マーケット、 その時間ないとかないあるとかじゃなくて、それは何て言うんですかね、今、若い人でお金がそんなに投資資金が多くなくても、ですねいずれですね数千万、数億になるかもしれないと、その時にですねのために、ですね今の数十万の時から、ですね数百万の時から、ですねこうやってやっておけば、あのまあ、その、 管理できますよあの対面証券の言いなりにならなくていいですよということを私はずっと言い続けてるつもりでして週間変化率がこれ例えばファイバーそれからジェネラックがこれ2割近20%も上がってるんですよ、ね、これ決算ですがゼブラも決算で17.3%年初来からはですね38%どうですか33%レモネード うーんこれは71%。これは私は年初来から持ってたわけじゃない,んでないのでいいやそれから C、これを年初来から持っててましたからね。30%、40%近く上げてますということで、こういう時はですね、えーまあ、チャートを見な,見ながらニヤニヤするというのがいいんじゃないでしょうか。それからこし今週は Exact Sciences と Appian と Fiber が決算発表いたします。のぼきはもう再来週ですね。来週ですね。忘れました、いつか。 で、これが Exact Sciences、えー、大腸検査。こんな感じ。これが1年ぐらいかな。それから Appian アア。こいつも急騰して、ここを取って、ここで下がって、また上がってきてます。からファイバー。こいつも死んねかな。すごい、本当に。で、これが今決今言ったのは決算銘柄ね。今週決算の。で、ハイライト銘柄。これが、あの、 これ、バロンズダイジェストであの報道してたんですけども、ホロジックっていうか婦人科系の,あの検査機器なんかを、まあ、乳がんだとか子宮頸がんとかね、ああいうやつの検査機器を作ってる会社ですね。ここはですね、PCR 検査の機器を作って、これが独自でですね、随分なんか業績が上振れしているらしいんですよね。その割に株価が まだ割安だということで、まあ上がってはいるんですけども、私、これ、これ買ったのはですね、これなんかあのもう割安だし、こういう出来上がった会社は着実に上が,あの上がるんじゃないかと思って買ったんですよね。で、買ったら、やっぱり一遍下がって、もうどうしようか、売ろうかなと思ったら、やっぱりだん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 上がってきたということです。これが、株価はやっぱほらほら、こう,こういうふうにブレるじゃないですかこんこん。これはコロナね。で、まあこんな感じということです。 でこれがあ自家用発電機のジェネラックこれもね、よく上がってるんですよ。決算でこんなんなって上がってですね。で、これが Nasdaq100 との比較です。この銘柄は、SP500 でも d o でも Nasdaq100 でもないという、時価総額2兆円ぐらいかな、えー。ということで、こんな感じで、時代の追い風ですね。えー、で、ジブラバーコードのジブラこれも決算発表したのが11日です。 まあこんなの作ってますでこれもこれは SP500 構成銘柄でして、えー、っとこのジブラーものを作ったりソフトウェアなんですけども、まあ、こういう感じでですね SP5 ラッセルじゃなくて、えー、っとこれは NDX ですからナスダック100なんですけども去年の11月まではナスダック100と似たような動きなんで何か一つね物足らない個別銘柄のリスク取るのにと思ってたらですねその後上がってくれましたですね、まあ、こういうふうに ドヤ顔になっております、まあ、これがどこまで行くのか。うんまあ、あの日本の人は、あれでしょ、すぐこういうところで売りたがるでしょ。リグって、へへへですよね。私は売らないんですよ。こう下がるまで待っててで、結果的にこうなってしまって、それでもいいやと。うん、というのは、こうなるかもしれないじゃないですか。そこを、まあ、だから欲の皮が相当突っ張っておると,いうと言いましょう。で、これがあの、えー、と MJ、大麻の ETF ですね。これも こんな感じで、こんな感じ。私はここで買って、今ちょうど買い値かなんかなんですよね。ここで買って、ここで買って、ここで買,ここで買い納せですか。で、気がついたら、あの、こんな。で、あと、モトレフールからですね、買い銘柄、買い指令が出てたのがですね、レモネード、AI 保険のレモネードと、この、これはファイバーです。ファイバー、この二銘柄なんですね。レモネードとファイバーなんですよ。で、 これがファイバーでさっき見たので、あの、上がってるやつは気持ちがいいので何回も見ると。で、これがレモネード、AI 保険のレモネード。これ、去年の9月か8月か、公開したばっかしで、その後一1回下がってるんですけども、こんな感じでズドンと。ただ、ここで200ドルぐらいつけてるんでしたっけその後今160ドルですから、あの、これもさっきの日本の投資家は、ここで買って、ここで売って、またここで買ってやれと。買い直してやれと。そんなうまい予感はね、どこにもありませんよ。 と思って私はじっと持っとるんです。まあそのうちこうなるかもわかんないというのがういいんです。いいんです。ということで、これは C、えー、シンガポールの,あの e コマースゲームの会社です。こんな感じで。気持ちいい感じで。で MSCI、これはですね、えっ、ー、と、これは MSCI は有料株なんですけども、あの、ここの辺りまでずっとほら、ナスダック100人買ってるじゃないですか。だから私は、 あのこのこの銘柄に投資したんですけども、この1年間、私が勝ってからは、ですねあのそんなにナスダック100に勝ててない、しかも出遅れてるということもあって、イラついてたんですけども、まあ、いい,いかということですよね。あと、えー、今週決算を迎えるディアこれは、ですねこの農機具なのに、精密農機具ですか、なのに、まあ、この、こっちがナスダック100ね。 これをこう上回ってきてる。やっぱアーク銘柄かなと。コネクティッドのノーキングでしたっけ。それから単一クラウドプラットフォームで企業の作業環境を改善する、生産性向上するサービスナウ。こういうやつはナスダック100に買っている。で、えー、まあ、しっかりしているということで喜んでおります。で、えー、レアードスーパーフード。これはですね。 レディット経由の,あのロビン・フッターなんかに荒らされてんじゃないかなとこんな感じでズドーンと上がってこうなってただですね本当の中身はですね2月1日にですね、えー、1日かな機関、あのー、投資家が買いましたんですよねそれ,あのそれからインサイダーが買い増してるんですよねそこを評価発表になってこう上がったんですけどもその後確かレディット みたいな人がちょっと買い上げたんじゃないですかね。私はもうどっかこれまで下がってくんないと追加投資ができないと思って嫌,嫌になってます。それから IBD の大型株20銘柄はこんな感じで、マークでテラダインラムリサーチが入っております。で、でこれでですね、あこれ、あの、ある視聴者の方からですね、昨年クリスマスに私のポートフォリオを丸パクリしたんですけども、5.92、私はもうちょっと儲かってますよ。 金曜まあ、これ、情報は1日、2日、古いかもしれませんけど、私はもうちょっと、まあ、数字言ってもいいですけども、なすなく100よりは儲けてます。で、この人は初めてアメリカ株購入してみたんですが、調子良すぎると。で、朝買いの無料情報はクオリティ高すぎです。照明は引いたらさらに買いましてダブルアップ、プレミアム会員費は実質無料じゃないですか、ここいいですね、本当に、実質無料、だからプレミアム会員になってというふうにお願いしておきます。 それからですね、昨年春からですね、視聴いただいた方はですね、ティルレイを買ったって言うんですよ。僕はね、ティルレイはね、私が勧めてるわけでもなんでもなくて、自分では手に負えないと思ってた銘柄なんですけど、この方、買ってですね、ティルレイ、こんなとこで、こど,こどこで買って、ここで買って、ここで、なんか一晩で2倍とは言いませんけども、数十パーセント上がったんでしょうか、ここで売り抜けたって言うんですよね。こここ こんな感じで、こう。私は、まあ、チルウェイは買ってませんが、ということです。で、エグザクトサイでンエグザクトサイエンスズを買おうかっていうおっしゃってるんで、えー、ごめんなさい、プロジディを買おうかっておっしゃってますと。えー、これは、あの、あれですね、不妊治療のネットワークの感あ、プロジディなんですね。私、こう、あの、エグザクトサイエンスズこれ間違いです。プロジディもいいですよね。失礼しました。それから、えっ、ー、と、 今週末土曜日はですね、渡辺研究員のプレミアム会員向け企画、潮目セミナーということで、大々的に YouTube でやります。ぜひ、ご質問ね、今のうちにいただくと、えー、それにお答えできるんで、ありがたいです。はい。それから、この渡辺研究員と箱田音隊はですね、えー、多分今晩といいますか、15日にまたまた対談をすると思いますので、その結果はですね、すぐに動画をアップ。 テキストはでき、迅速に掘り起こしあの、書き起こしてアップいたします。掘り起こすんじゃないです。で私はですね、これもプレミアム会向けのです、ねえー、企画なんですけども、私の今言ったポ,あのポートフォリオですね、もうちょっと詳細にご紹介したいと思います。で、これがうちの、えー、うちのって言えば僕の顔が多いですけど、チャコ、大倉、それから本橋ということで、えー、頑張っております。渡辺研究員は これ、えー、もう新しい動画あげましたよ。ということです。えー、24分。ということで、私はこれで失礼します。なんかね、こう、切れるんですよね。こう。はい。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。